今日のキックオフ広島はサンフレッチェ広島松本泰志選手がスタジオ生出演。いよいよラストゲームを迎えるエディオンスタジアムの思い出を振り返ります。そして3年目の WE リーグ、レジーナはアウェイで長野と対戦、白星を狙うも。キックオフ広島、初出場を目指す国際学院か、2年ぶりの出場を狙う瀬戸内か、広島県で一番長い冬を過ごすのはどちらのチームでしょうか。夏のインターハイ予選の決勝と同一カードとなった昨日の試合、前半18分、青のユニフォーム国際学院はロングボールから抜け出した島川が積極的にシュートを放ちますが、瀬戸内の1年生キーパー田平に防がれます。その1分後、瀬戸内太田のクロスに合わせたのは坂根、ボールは惜しくもポストに直撃。その後も両チームともにチャンスを作り出しますが、決めきることができません。このまま延長戦に突入するかと思われた後半31分、国際学院島川が左サイドを駆け上がると、クロスに合わせたのは萩野。この1点を守り切った国際学院、インターハイに続き初の選手権全国大会への切符を手にしました。ボールが来そうだなってところにジャンプして飛び込んだらゴールが入っとって、うわ決めたみたいな感じでした。やっぱこのメンバーで優勝できたことが何より嬉しいです。まだ実感湧かないんですけど、去年は勝てなかったんで、まあ、とても嬉しいって気持ちはあります。やっぱインターハイで一勝もできず帰ってきたので、次は一勝どころか、まあ、どんどん勝って優勝までいけたらいいなと思ってます。こんばんは。キックオフ広島です。堀さん、見事国際学院高校が優勝ということになりましたね。そうですね、まあ、両校とも本当にこう、はい、自分たちの、ね、スタイルをしっかりと、まあ、表現できた、うん、決勝戦だったかなというふうに思います。そうですね、はい、そういった意味では決勝戦にふさわしい好ゲームとなりましたよね。まあ、本当に見応えがあって、うん、まあ、ワンチャンスをね、はい、国際学院決めましたけど、うん、本当に素晴らしい決勝戦でした、ね、はいはい。さあ、今日もスペシャルなゲストの方をお迎えしております。サンフレッチェ広島、松本泰志選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、松本選手も高校サッカー出身ということなんですが、決勝戦はご覧になられましたか？はい、ハイライトだけ見させてもらいました。はい、いかがでした？そうですね、両校ともすごい気持ちのこもったプレーがあって、うん、とてもすごかったです。はい、まあ、高校選手らしいゲームということになりました。優勝した国際学院の皆さん、広島代表としてこれからも頑張ってきてください。さあ、サンフレッチェは週末エディオンスタジアムでの最終戦を迎えることになりますが、松本選手、実感は湧いてきてますか？いや、正直まだ湧いてなくて、うん、まあ、その最後のピッチに立ったら湧くんだろうなっていう感じはしてます。でもいよいよ今週末ですよね、はい、もう残りわずかということになりますけれども、さあ、松本選手のエディオンスタジアムデビューなんですが、これが2017年ですね、はい、松本選手、この時のことはよく覚えていらっしゃいますか？いやー、この時、まあ、はい、そこまでなんか気持ちとか覚えてないんですけど、はい、まあ、はい、ちょっと印象には残ってるかなというふうに思います。ああ、そうなんですね。デビュー戦っていうと小泉さんね、うん、何かこうずっと記憶に残っていそうなものなのかなと思うんですが。めちゃくちゃ僕覚えてます。あ、そうなんですね。苦い経験を覚えてます、はい、苦い経験。デビュー戦で、はい、緊張しすぎて、うん、45分で交代させられました。あ、そうなんですね、はい、やっぱりすごい覚えてますね。うん、やっぱりそれぐらい緊張して浮き足立つというか、うん、そうですね、もうすごくやっぱりこう体も硬くて、はいはい、なかなか自分のプレーが、ね、表現できなかったですけど、緊張しました。
そうす、あんまそこまで覚えてないですけど、多分緊張しなかった感じの覚えはちょっとだけありますね。そうなんですね、はい、普段からあんまりピッチに立っても緊張はしない方なんです、うん、そうですね、あんまり緊張しない方だったんですけど、うん、まあ、去年のルヴァンカップの決勝はちょっとだけ緊張しました。あ、はい、そうなんですね。やっぱりでもプロになった実感っていうのはもちろんあったんじゃないですか。そうですね、あんなに高校サッカーで観客入る中でやったことなかったんで、うん、はい、そこはすごいすげえなと思いました。うん、そうですよね。はい、さあそして去年なんですが、はい、エディオンスタジアム初ゴールということになりました、うん、松本選手はこのゴールは、うん、やっぱり記憶に残ってらっしゃいますか。はい、それこれは残ってます。はい、去年なのでこれは残ってます。はい、これはもう形通りというか思い通りのゴールになりました。そうですね、翔くんがすごいいいパスくれたんで、うん、僕はもう決めるだけだったんで、うん、はい、すごく翔くんに感謝って感じです。コウジさん、やっぱり初ゴールっていうのも当然覚えてらっしゃいますよね。まあ、エディオンスタジアムの初ゴールは、ね、はい、ずっと記憶に残りますし、うん、まあ、この昨シーズンですかね、はい、まあ、このゴール合わせて3試合連続ゴールを決めて、はい、本当に、ね、あの松本大使が本当になんかこうゴールハンターになったなって印象を受けましたね。そうですよね、うん、やっぱり早くこのエディオンスタジアムで初ゴールを決めたいっていう思いはありましたか。いや、そこまでなんか考えてなくて。そうなんですね、そこまで意識してなかったんで、はいはい、初ゴールだったんだっていう感じでした。はい、まあ、3試合連続ゴールっていうのは自分の中でも、まあ、実力を証明できたかなという印象はありました。そうですね、うん、まあ、それもありますし、やっぱ味方のおかげで点取らせてもらったんで、うん、はい、チームメイトに、はい、感謝したいです。さあそんな松本大使選手を迎えして今日はお送りしていますが、うん、さあそんないろいろな思い出が詰まったスタジアムでサンフレッチェを支え続けた選手が今シーズン限りで現役生活に別れを告げます。キーパーから一本のパスでアシストゴールに結びつくような、若い、ね、そういう常にアシストを狙っているキーパーになりたいです。2001年金光大阪高校からサンフレッチェに加入した林選手、出場機会を求め2005年に移籍するも2014年再びサンフレッチェに加入。一言で言えば本当嬉しい、それだけです。どんなタイトルでもいいんで絶対取りたいなっていう、その一つの力になれればいいなとは思っています。その言葉通り加入後は守護神に定着、幾度となくチームのピンチを救い2015年のリーグ優勝に大きく貢献。2年前には史上5人目となる J1 通算100試合完封も達成しましたが、今シーズンはここまで公式戦での出場がありませんでした。林選手はクラブを通じ23年という長い現役生活を送れたのも、いつも応援してくださったファン・サポーターの皆さんや今まで共にプレーしてきたチームメートのおかげだと思っています。今はプロ入りからお世話になった大好きなこのクラブで現役生活を終えられることを嬉しく思っていますとコメントしています。松本選手、林選手の引退のニュースを聞いて今どんな思いでしょうか。少しというかすごい寂しい気持ちがありますね。まあ、林選手とは年齢こそ離れてはいますけれども、まあ、普段からどういった関係でした。そうですね、ロッカールームとかでもそんな口数が多い方ではないんですけど、タクトさんは、うん、けどすごいピッチでプレーだったり声ですごいなんていうかチームを引っ張っててくれたので、うん、はい、すごい寂しいです。やっぱピッチで見せる姿とそしてプライベートで見せる姿っていうのは違ったんですか。そうですね、プライベートでも何年前だろう、2、3年前ぐらいに拓人さん家でバーベキューとかさせてもらって、うん、で今年とかはバーベキューしましょうって言ってるんですけど、うん、全然やってくんないですけどすごいいい人で、うん、すごいなんかプライベートは僕は結構話しやすいイメージがあって、うん、はい、すごい、はい、すごい話しやすいです。うまあ、小井さんは本当に長いお付き合いということになりましたけれども、どういった思いですか。うん、まあ、同世代でしたし、うん、本当に41歳まで、うん、まあ、現役を、ね、こう続けられたっていうのはね、はい、本当に素晴らしい選手だったなっていうふうに思いますね。はいはい、本当にお疲れ様でした。うん、さあ続いてリーグ戦初戦を迎えたレジーナです。アウェイでの結果はリーグ初戦を白星で飾りたいレジーナでしたが、
スコアレスで折り返した後半16分、左サイドからのクロスを頭で合わされますが、好みのファインセーブで先制を許さず、その直後にビッグチャンス。松本が思い切って狙いますが、シュートはゴールの左へ。その後先制点を奪われたレジーナは終了間際、島袋が左足を振り抜きますが、惜しくもクロスバーの上。長野の堅守を崩せなかったレジーナは悔しい黒星スタートです。小池さん、レジーナはリーグ戦初戦は残念ながら敗戦ということになりましたね。そうですね、リーグ戦に関して言えばいいスタート切れませんでしたけど、はい、また切り替えてね、まあ、次に向かって戦ってほしいなと思います、はい、そうですね、はい、次節をまた期待しましょう、はい、さあここでサンフレッチェ広島からのお願いです。今週末はエディオンスタジアム最終戦が行われますが、試合当日は多くのお客様の来場が見込まれるため、公共交通機関を利用してスタジアムにご来場ください、うん、さあということで、いよいよ今週末エディオンスタジアム最終戦ということになります。小池さん、どんな戦いを期待されますか？まあサッカーファンにとって、はい、サンフレッチェのファンにとって、まあ、本当に心に残るような、まあ、ゲーム展開になってほしいなと思ってます、はいはい、松本選手、最終戦への意気込みをお願いします、うん、最終戦ということで、ファン、サポーター、フロントの方々、企業スポンサーの方々と一緒に最後勝って終わりたいです、うん、はい、ぜひ勝利で花を添えてもらいたいと思います、はい、今日はサンフレッチェ広島松本大志選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。